埼玉文芸賞は、埼玉県の文芸活動の振興を図るため、1969年に創設された文学賞である。埼玉県、埼玉県教育委員会が主催し、埼玉文学監主館で実施されている。小説、戯曲、評論、エッセイ、伝記、児童文学、詩、短歌、俳句、川流の7つの部門がある。 埼玉県内の文芸活動の振興を目的に作られた賞であるため、全国から作品を公募する埼玉文学賞とは異なり、応募の有資格者は埼玉県内在住、在学、在勤のものに限られている。埼玉県の文芸活動の振興を図るため、1969年に創設された。以来毎年実施され、2021年には52回目を、 迎えた。前年の12月から11月までに創作された作品を募集する。また、同期館内に新聞や雑誌で発表した作品、単行本として刊行した作品も受け付ける。部門は、小説、擬曲、評論、エッセイ、伝記、児童文学、詩、短歌、俳句、川柳の7つ。入賞者には、 賞状、記念品及び副賞として20万円が贈られる。作品は、文芸、埼玉に掲載される。高校生など18歳以下の応募者への奨励賞が設けられている。応募の有資格者は、埼玉県内在住、在学、在勤で15歳以上のものに限られている。文芸埼玉は、埼玉文学館発行の文芸誌。年2回間。 1968年、多くの文学者の協力のもとに、埼玉県教育委員会が創刊した。奇数号に、埼玉文芸賞の受賞作、選票を掲載している。ありがとうございます。